共有結合、共有結合、共有結合は原子間での電子体の共有を伴う化学結合である。結合は非常に強い。ほとんどの分子は共有結合によって形成される。また、共有結合によって形成される結晶が共有結合結晶である。配位結合も共有結合の一種である。 この結合は非金属元素間で生じる場合が多いが、金属作体中の配位結合の場合など、例外もある。共有結合は、シグマ結合性、パイ結合性、金属金属結合性、アゴスティック相互作用、曲がった結合、三中心に電子結合を含む多くの種類の相互作用を含む。英語のコベイラントボンドという用語は1939年に遡る。 窃盗時の CO は、共同、共通などを意味する。ゆえに、CO、バレント・ボンドは、本質的に、原子化結合法において議論されているような、原子化、ベイランスを原子が共有していることを意味する。分子中で、水素原子は共有結合を介して二つの電子を共有している。共有結合性は似た、電気陰性度の原子間で最大となる。えに、 共有結合は必ずしも同種元素の原子の間だけに生じるわけではな電気陰性度が同程度であればよい。三つ以上の原子にわたる電子の共有を伴う共有結合は非極在化していると言われる。結合に関する英語のコベイランスという用語は1919 19年にアービング・ラング・ミュアが 米国科学開始に発表した The Arrangement of Electrons in Atoms and Maracruz と題された論で初めて使用された。共有結合の着想は1919 19年の数年前のギルバート・ヌ・ルイスに遡ることができる。ルイスは1916年に原子間の電子体の共有について記述した。ルイスは外角の値電子が 原子記号の周りの点で表現されるルイス式を発表した。原子間に位置する電子の体は共有結合を表す。複数の電子体は二重結合や三重結合といった多重結合を表す。ルイスは原子が十分な共有結合を形成すると外角が満たされる、閉じると提唱した。ここに示しているメタンの概略図では炭素原子は4の原子化を持ち、 したがって、自分自身からの4電子と結合した、水素原子からの4電子の、計8電子に囲まれている、オクテット則それぞれの水素は1の原子化を持ち、2つの電子によって囲まれている、デュエット則電子の数は、原子の量子論における、満たされたからに対応する。炭素原子の外角は、N イコールに角であり、8電子を収容できる。しかし、 水素原子の外核、唯一の殻は、N イコール1核であり、2電子しか収容できない。電子体が共有されるという考え方は、共有結合に効果的な定性的病像を与えたものの、これらの結合の性質を理解し、単純な分子の構造及び特性を予測するには、量子力学の確率を待たねばならなかった。バルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンは1927年に、 化学結合、水素分子の量子力学的説明に初めて成功したことで高い評価を得ている。彼らの研究は原子化結合モデルに基づいている。このモデルは関与する原子の原子軌道の間に十分な重なりが存在するときに化学結合が形成されると想定する。S 軌道を除く原子軌道は特有の方向特性を持つため、 異なる種類の共有結合がもたらされる。シグマ結合は最も強い共有結合であり、二つの異なる原子状の軌道の正面からの重なり合いによって形成され、単結合は通常シグマ結合である。π 結合はシグマ結合より弱く、p あるいは d 軌道間の側面からの重なり合いによって形成される。二つの任意の原子間の二重結合は一つの シグマ結合と一つの π 結合からなり、見え結合は一つのシグマ結合と二つの π 結合からなる。共有結合は連結した原子の電気、陰性度によっても影響され、これが結合の極性を決定する。等しい電気陰性度を持つ二つの原子は非極性、共有結合を作る。例えば HH。電気陰性度に差がある場合、極性共有結合が作られる。 例えば HCL。一般に、パイ結合は、シグマ結合より結合エンタルピーがやや低い。また、シグマ結合は、結合軸に対して、電子軌道が回転対象を持つため、立体配座が結合軸で自由回転できる。一方、パイ結合は、回転対象を持たないため、結合軸で自由回転することができず、立体配座は固定的となり、 立体性体を生じることがある。共有結合性物質の構造には、個別の分子、分子の構造、高分子構造、巨大な共有結合構造などいくつかの種類が存在する。個別の分子では、原子間に強い結合力が働いているが、分子間の引力は無視できる程度である。この種の共有結合性物質は大抵期待、例えば HCL、SO、 CO, CH である。分子の構造では弱い分子間引力が存在する。この種の共有結合性物質はエタノールといった低沸点液体や要素、固体に酸化炭素といった低融点固体である。高分子構造の中では多数の原子が共有結合で連結して作上構造をとっている。高分子構造の例はポリエチレニアナイロンといった 合成高分子、タンパク質やデンプンといった生体高分子である。ネットワーク共有結合構造、巨大な共有結合構造は、グラファイト取ったシート状、あるいはダイヤモンドや水晶といった三次元構造上に連結した多くの原子を含む。これらの物質は高い融点と沸点を有し、砕けやすく高い電気抵抗率を持つ傾向がある。 高い電気陰性度と3あるいは4つの電子体結合を形成する能力のある元素は、しばしば大きな高分子構造を形成する。1あるいは3電子を持つ結合は、ラジカル種において見ることができる。1電子結合の最も単純な例は、水素分子イオン、H において見られる。1電子結合はしばしばに電子結合のおよそ半分の結合エネルギーを持ち、従って、 半結合と呼ばれる。しかしながら、例外も存在する。2リチウムの場合は、2電子結合の Li よりも1電子結合の Li の方が実際に結合は強い。この例外は根性と内核効果の観点から説明することができる。3電子結合の最も単純な例は、ヘリウムに量体価値音、He において見ることができる。これは、 二つではなく一つの共有電子のみからなるため、半結合と考えられる。分子軌道の観点では、三つ目の電子は、半結合性軌道中にあり、その他二つの電子によって形成された結合の半分を打ち消している。三電子結合を含む分子のもう一つの例は一、酸化窒素、脳である。酸素分子、O も二つの三電子結合と一つのに、 電子結合を有しているとみなすことができる。これが酸素原子の常時性と2の形式結合時数の主要な原因である。二酸化塩素とその類似物質に酸化臭素と二酸化要素も3、電子結合を含む。奇数電子結合を持つ分子は大抵反応性が高い。これらの種類の結合は似た電気陰性度を持つ原子間でのみ安定である。分子における 電子配置を説明するために、単一の類似構造では、不十分な状況があるため、複数の構造の重ね合わせが必要となる。重ね合わされるそれぞれの構造では、原子が共有結合を形成する相手がそれぞれ違っているため、非整数の結合次数が生じる。硝酸イオンは3つの等価な構造を持つ、こういった一例である。 窒素原子とそれぞれの酸素原子間の結合は一つの構造では二重結合で、その他二つでは単結合のため、それぞれの N 応相互作用についての平均結合時数は2113イコール43である。有機化学において平面の間を持つ分子が引ュッける側、パイ電子の数が 4N プラス 2N は整数に従うとき、 分子は追加の安定性と対称性を獲得する。原型的な方向属化合物であるベンゼンでは、6つの π 結合性電子が存在する n イコール1、4n イコール6。これら6つの電子は3つの非極剤化 π 分子軌道を、専有、分子軌道理論、または線形結合した2つの共鳴構造における協約、π 結合を形成、原子化結合理論し、仮想的な位置、 3.5. シクロヘキサトリエンよりも高い安定性を示す、正六角形を作る。複素間式方向属並びに地間ベン弁ンの場合は、間の異なる部位間での電気陰性度の差が、方向間結合の科学的挙動を支配する。4. フッカキセロンや 6. フッカ用といった特定の分子は、オクテット則に従う厳密な共有結合によって、可能な数よりも高い配位数を有する。 これは、分子機動理論における三中心四電子結合 C、3C-4E モデル並びに、原子化結合理論における四性から、共有結合性共鳴によって説明される。三中心四電子結合 C、3C-4E では、三つの原子が二つの電子を結合で共有する。この種の結合は、ジボランといった電子不足化合物で起こる。こういった、 結合のそれぞれは、酵素原子を互いに結びつける、電子体を含む。この結合はプロトン、水素原子核が結合の中央に位置し、両側の酵素原子と電子を共有した場のナ,ナ型を、している。特定のクラスター化合物では、いわゆる4中心に電子結合も仮定されている。量子力学の発展後、化学結合の量子力学的描写を与える2つの、基本理論。 原子化結合 VB 理論と分子軌道 MO 理論が提唱された。より最近の量子実機学的描写は、電子密度の状態への原子の寄与の観点で与えられる密度半関数理論。1927年、原子化結合理論が定式化された。原子化結合理論は、それぞれの原子軌道中の2つの値電子が2つの核を結びつけるように機能し、 K のエネルギーを低下させるときに共有結合が形成されると主張する。この理論をもとに、科学者、ライナスポーリングは1931年に、科学の歴史上最も重要な論文の一つであると、みなされている、オンザ・ネーチャー・オブ・ザ・ケミカル・ボンドを発表した。ルイスの研究、ハイトラーとロンドンの原子化結合理論、自身の以前の研究を象述した、この論文において、 ポーリングは共有電子結合について6つの規則を提示した。そのうち最初の3つはすでに一般的に知られていたものである。ポーリングの後半の3つの規則は新しいものであった。この論文に基づいたポーリングの1939年の教科書、オンザ・ネーチャー・オブ・ザ・ケミカル・ボンドは現代科学のバイブルとも呼ばれるものとなった。この本は 実験科学者が科学への量子論の影響を理解するための助けとなった。しかしながら、1959年の改定版は、分子軌道理論によってよりよく理解できるように見える、問題に適切に対処することを失敗した。分子軌道理論が大型デジタルコンピュータプログラムに実装され有用性を増した1960年代、1970年代に、 原子化結合理論の影響力は低下した。1980年代以降、原子化結合理論をコンピュータプログラムへと実装するより、困難な問題が大部分解決され、原子化結合理論が復活を果たした。分子軌道は、フリードリッヒ・フントとロバート・エス・マリケンによって1927年、及び1928年に初めて発表された。 分子軌道に対する原子軌道の線形結合を、クオキンジは1929年に、ジョン・レナドイコール・ジョーンズによって発表された。原子軌道の線形結合、クオは、分子の構成原子間の結合の上に形成される分子軌道を推定するために使うことができる。原子軌道と同様に、電子の挙動を記述する、シュレーディンガー方程式は、分子軌道についても構築することができる。 原子軌道の線形結合、あるいは原子波動関数の和及び差は分子のシュレーディンガー方程式の独立粒子近似に対応するハートリーイコールホック方程式への近似解を与える。原子軌道が相互作用するとき得られる分子軌道は結合性、反結合性、非結合性の3種類のどれかである。 二つの理論は分子の電子配置を作り上げる順序が異なっている。原子化結合理論では原子の混成軌道が最初に埋められ、結合性電子体と孤立電子体の完全原子化配置が作られる。もしいくつかのそういった配置が存在するならば、これらの配置の重み付けされた重ね合わせが次に適用される。対照的に分子軌道理論では、 原子軌道の重み付けされた重ね合わせが最初に実行で次に得られた分子軌道を造成原理によって電子で埋めていく。どちらの理論も利点と用途を持つ。原子化結合理論は極在化した結合の分子波動関数を構築するため結合エネルギーの計算と反応機構の理解のためにより適している。特に原子化結合理論は等核に原子分子の個別の 原子への帰りを正しく予測するのに対して単純な分子軌道理論は原子とイオンの混合状態への帰りを予測する。分子の対称性に従う非極在化軌道を持つ分子軌道理論はイオン化エネルギーの計算やスペクトルの吸収バンドの理解により適している。分子軌道は直行しているため直行していない原子化結合軌道と比較して コンピュータによる計算の実現可能性と速度を大いに高める。両方の理論によって生成された波動関数は一致せず、また実験による安定化エネルギーとはどちらも一致しないが、配置関数を作用によって補正することができる。これは原子化結合共有結合性関数とすべての可能な四性配置を記述する関数とを混合することによって、あるいは 分子軌道規定状態関数と非線有軌道を使ったすべての可能な冷気状態を記述す関数とを混合することによって行われる。単純な分子軌道手法は、イオン性構造に重きを置きすぎているのに対して、単純な原子化結合手法は軽んじすぎている。これは、分子軌道法が電子相関を無視しているのに対して、原子化結合法は過大評価していると説明することもできる。 現在これら二つの手法は相互的であるとみなされており、それぞれが科学結合の問題を理解する上での独自の手がかりとなっている。量子化学における現代の計算は大抵は原子化結合の手法ではなく分子軌道の手法から始まる。しかし最終的には分子軌道法から大きくそれる。これは後者の手法がそれ自体優れているためではなく、 単に分子起動法の方が数値計算に適用しやすいためである。しかしながら現在ではより良い原子化結合プログラムも利用できるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。